ます。作新太郎です。作新太郎です。今日なんですけど、今年のお正月に1年ぶりくらいに友達と会ったんですけど、その時に友達が久しぶりに握手しようとしてたので、あ、これは前に先生が言った握手の挨拶をやるチャンスだったので、ちょっとやってみたんです。そしたら全くできなくて、あ、ごっそりやっちゃったんで、はい、だってやったことないじゃん。練習もしてないし。練習もしてないです。そうだよな。で、そうそう。握手の挨拶をやりたい。あ、そうなんだ。はい。まあ、あれは随分前にね。はい。思いつきでやってます。その時でもすでにブームさんの随分前のお話で、そうですね、バキタイムバキですね。そうなんで、あれは思いつきでやって、はい、まあ、でもあの頃よりはいろいろね、そうですね、開花して、なんかいろんな使い方やら分かったんで、はい、まあ、握手のやつ、いくつか、はい、やり方があるんですが、まあ、でもこれはいろんな合気技に通じると、はい、いい練習になるし、友達なんかってやったんで、まあ、まあ、めっちゃ楽しいから、はい、だから、まあ、とてもいい言語で、はい、ではそれちょっと説明しながらやってみようと思いますが、はい、まあ、一番分かりやすいのも深層筋で言ってますが、この握手の時にやるのがここのね、小指側と親指側に骨が1本ずつあって、で小指側を出す、親指側を出すっていう、これをこっからこっちは使わないで、こっからこっちの体の方の力で小指側、親指側と、この骨を小指側、親指側ってこういう風に動かすんですね。で、もう自分ちゃん、小指側から行って、小指側からこう出して、親指側へ変えて、こう回転させる。小指側をぶつけていって、で、親指側をこういうふうにっていう感じになるんですね。で、これが、わかりやすくゆっくり説明すると、小指側をこう当てていくと、こういう合気上げのような肩がこう釣り上がるような感じに力が入っても、自分の一生懸命こっち下ろすように働いてるんで、これを小指側を抜いて親指側に切り替えるとこっちに落ちるというふうになるという。では、いや、久しぶり。今、こういう感じです。ああ、そう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 。いつも言ってるけど、この小指側から行って、まあ、どっちから行ってもいいんですが、親指から行った場合は、こうすると、ジョロちゃんは上へ上がろう上がろうとしてるんで、今度は小指側に切り替えて、こういうふうに高くなるんで、まあ、まあ、アクションの時は、小指から親指側行った方がいいと思うんで、ね、で、またこれが、この触れて、この小指でぶつかったここの時に、もうここからこの手を全く力感、変えないし、握らないっていうのが大事で、これ握っちゃうと結局肩、肘の力が入っちゃうので、だからもう今今度は握らない、小指側をこうパンで出していって、ジロちゃんが使ってくるだけっていう感じでいくと、これで小指側が入ったから親指側と、この手を変えないんですね。これを変えないです。で、軽く握って、こっから向こうでやるっていう。で、それが昔こういう肘の運動をするとか、そういうのもね、動画に上げたことありますが、そういうのをやると、こういうところがいろいろ使う感覚なのかっていうので、ね、はい、そうやってやって、小指側と親指側と使える。で、その次がちょっと前に動画でやった、この三鎮のこの手、これをこの肘がちょうど前のとなるっていう、この肘、こういうふうにやって使うとかって言ってたんですが、これをこうですね、こういうふうに、こう出すよ、この三鎮の感じで、回旋して出すこの手をのような動きで握手の手を持っているんですね。それでこの三鎮のこの肘の力が出るという、これもいけるでしょ。そしてそれでそういう感じで握手の手を出す。すごいすごいすごい。それはやっぱりこうしてさりげなくつけるわけです。まあ、ちょっと変な手の動き、自然なこれをスッと小さくこうつけるわけです。これもう、だからこの三鎮の肘上がってくるとスッとこうやって作れる。で、その次が、連合法、このメビウスですね。で、これもこれはちょっとハードバージョン。こう、こ
うやって手出せたら悩んでもアクションになっちゃう。けどこれをよく分かってくると、こうしないでこのめびってる感覚で手を出せるようになるんですね。おお、すごい多い。ね、こう、まあ、これはもう身体操作で練習して感覚が分かってくると、この中に耳が流れてくる。その意識操作だけ。こういう風になるんですね。これはまあちょっとちょっと。で、今の全部このぶつかって、小指側からでも親指側からでもこうぶつかって、これでいつも言ってる。もう一個がこのぶつかったのを抜くっていう。これは抜きですね。まあ。あの三つのこの肘使ってこの手で手でぶつかった時もこの肘を抜くと。おわ。は抜きの抜き。先はギュッて力を出すっていうかね、入れ相手に入れていくっていう感じ。で、まあこういう使い方がいろいろこのアクションで身体操作できるし、でまたこの武術的に使うとさ、あのちょっと武術的なペテンテなところがあってね。だからあの今こう握手だけでやると、こっちも自分はこの握手の方にあの意識が向くし、あのジェロちゃんもここに意識がいくけど、武術っていうのはちょっと意識を散らすという意味で、おおジェロちゃんやったりすると、なんかしらこっちの手にも意識が釣られてるから、こっちがちょっと気になるなと。で、こう手挙げておおとか言いながらこう握手すると、こっちにもなんかジョーちゃんの意識が向いてるから、こっちはなおさら効くっていうことになるし、でこれがもう一つ、もうちょっと行動にしていくと、これを、今だ小指側で手を出していったけど、この肘、三陣の肘を作る、でこっちは耳の手を作る、そういう風にして、おー、ジョーちゃん、ってやるとなんかすごいすげーパワーがいくという風になる。で、また、まあ、今はそんなことはやってないけど、いつも言ってる、例えば、こっちを意識するとか、あの、だからこの合気技とかっていうのは、こうやっていろんなのを足していくと、あの、だんだんと相手に伝わる違うのは、いろんなのがあったり、それに対して、もう相手が、あの、対応できなかったりして、こうやってこういう反応が、まあ、この三陣の肘とメイクちゃんとかやってやると、まあ、バーンっていったり、だからこうやっていろんな組み合わせもできる。だから、こういうあの一つ一つの手で、だから、こっちで、そういう肘作ってやったら、こっちはめびった手で抱きに行くとかって、触れると、まあ、こういうことになったりとかっていう、だからそれがいろんな、いろんなことに応用が効くから、やっぱあの相手の稽古はね、あのまあ、あの戦い、教えに使うとかって言ってる人もいるけど、まあ、やっぱこうやって。楽しいとか、ね、不思議とか、あのそういう方でやっていって、あのこんなになるのとか、あので自分の使い方とか、使えるようになったとか、こういうことできるようになったとか、そういうやっぱ楽しみながらやった方がいいと思うよね。はい、だから、こんな感じで握手は長くなるし、楽しくなれるから、これからも楽しくなります。という感じで、じゃあ、今日はこれでいいかな。はい、ありがとうございます。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。